皆さんこんにちは。2022年、たっけ取説解説講義、始めていきたいと思います。担当は、レックスンンコースの友嗣です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回はですね、はい、えー、直前期、たっけ合格の取説受験生の勉強法というタイトルでですね、はい、まあ、直前期の勉強法についてお話をしていきたいというふうに思います。はい、えー、こちらなんですけれども、 まあねえー、直前期どういう風に勉強していけばいいのか、まあ、結構ねやっぱり迷ってるって方多いと思います。でですねまあやっぱりあのまあ何て言うんですかね例えば模擬試験とか、まあ、そういうものを受けてで、まあ、勉強してきた成果を試そうっていう風に思って。 ね、まあ点数にね結びついてるってう方もいればなかなか点数に結びつかないんですっていう方もいらっしゃると思いますけれどもまあねあの順調にいってるというのであればね、まあ、そのペースをしっかりね、えー、継続させながら頑張っていっていただければいいんですけれども、まあ、やっぱりなかなかね順調にいかないんですっていう人も多いと思います。でこの順調にいかない人は本当に気をつけていただきたいんです。何かって言いますとこれね 直前期は勉強の仕方が結構ブレがちです。ですのでもう直前期はしっかりとですね、はい、地に足をつけて学習できるのかどうかっていうところが、まあ、やっぱり重要になってくるっていうところを本当に今一度ね押さえておいてください。まあ、これはねあの 「トリセツ」の動画の中でもね、えー、もう本当に、えー、言ってきたことだと思いますしまあ本当にソレーターの部分でも本当にね、えー、常日頃言っていることなんですけども本当に基本が大切です基本をしっかりとと固めることが全てです。ということになりますのでもう本当に基本から足を離さないというのが直前期本当に大事な勉強法ということになります。 でね、えー、やっぱりねあの例えば模擬試験とか、まあ、あとはね過去問とかやってくると、まあ、解けない問題が出てきてでその解けない問題を見るとですね、まあ、テキストにも載ってないようなものがのっ、ねえー、やっぱり出題されていてでそうするとこれ基礎だけで大丈夫って言ってたけど本当に基本だけで受かるのかな そんなね、えー、やっぱりこういうところまでやっとかないと駄目なんじゃないのかなっていうふうにまあ思ってしまうところがあるんですよねやっぱり。でもここを押さえといていただきたいんですけども毎年毎年ですね卓球試験って受験生の半分の人が正解できる、まあ、つまり正解率50%以上の問題を1問も落とさなければ毎年 合格点を超えるんですねこれ実はデータ出てるんですよはい考えてみてください受験生の半分以上の人が正解できる問題がそんな難問なはずないですよねそう基本問題をしっかりと押さえておくってことなんですただ基礎は100%じゃなければ意味がないというとも やっぱり事実なんですねで基本をじゃあ例えば90%固めましたという風にしたとするじゃないですか例えば10あるうちの9マスターしたとしますよねはいでも残り1個をちょっとマスターししそびれましたはいじゃあ例えばですよじゃあまあ宅建業法の宅建業の意味のところで覚えとかなければいけない内容が10あったとします9はマスターしましたと。 ね、残り1個ちょっとね、えーえー、ついついケアレスがあるんだけどまあちょっとここはまあね10万中9万できてるから9割できてるから大丈夫でしょう、うん、じゃあ次事務所のところやりましたねえー、事務所で覚えなければいけない内容が10個あったとしたら10個中9個は大丈夫でしたと、はいえー、ただ残り1個ね、えー、ちょっとまだ不完全な部分がある、うん、でもまあ大体マスターしてるよと。 はいじゃあ次です、えー、免許のところです、えー、10個覚える内容がありましたね、えー、その中の9個はマスターしました、えー、残り1個まあちょっとまだちょっとあやふやなところはあるけれどもね、えー、まあとりあえずまあ、9割方はマスターしてるから大体大丈夫だろうと考えてみてください皆さんはいじゃあそのねえーえー、皆さんが見落とした1のところからはい ねえー、出ました次の問題も出ました次の問題も出ましたねはい「宅建業の意味のところ、はい、皆さんが落としねえー、できてないところが出されました」はい「事務所のところも皆さんがね、えー、ついうっかり、えー、のところが出ました」はい「免許のところも皆さんがね、えー、まあいいやって飛ばしたところが出ました」って言ったらばねいいですか皆さんそうそこ皆さんがおろそかにした部分からだけを問題出されたらばそう最悪宅建業法0点って可能性もあるわけですよね。まあ、4択問題ですからまあね適当に 付けたこと0点はないかもしれないですけど。まあ一応理論上ねえー、0点という可能性は十分考えられるわけですよね。そう、つまり何かというと、その皆さんがこぼしてしまった。問題だけで集められてしまったらば点数は取れないんですよ。わかります。 そうえー、まあもちろんねそこだけで問題が作られる確率っていうのは、まあ、限りなく低いでしょうけれどもね、えーまあ、そういうことではなくてイメージとしてそういう可能性もあるということなんです。ということは得点がが安定しなくななくるのもそここ理由だとと思いませんかってことなんですよねじゃあもう一度ね、えー、基礎を100%に仕上げていくそこを重視して勉強してみませんかってことなんです。そう、えー、やっぱりね 難しいことをマスターするよりも、ねえー、皆さんがまあいっ、えー、というふうに見逃してきた基礎のところをもう一度ちゃんと固めておくそちらの方がはるかに直前期としては正しい勉強法になります。 ね、やっぱりあの目の前の問題が出てきてねそれで点数が取れないっていう風になってくるとそこをまず何とかしようっていうまあ、気持ちはわかりますけどもそれは捨て問題かもしれないですよっていうことなんですはいそこは捨て問題で実は他のところでちゃんとね皆さんがああうっかりとかって言ってたところのもうちょっとちゃんとうっかりで終わらせずにしっかりと対策を取っていった方が点数伸びるかもしれないということなんですはいで 皆さん何が基礎だかわからないっていう風に言う方結構多いですはいね基礎を固めてください基礎を固めてください基礎を固めてくださいよく言いますよく言うんですけどもいやいやいや何が基礎だかわからないんですよねっていう方ご安心くださいそうそのために今皆さんお手元にあるのがそうです達見師合格の取説そうそのテキスト基本をしっかりと固めるためのテキストってことはそう そこに基本があるんですということなんですよね。そう、えー、基本だけを凝縮してありますそのテキストなので、そうここ本当に気をつけてくださいね。はい、基本をしっかり凝縮してるってことはそこに書いてある内容は全てが大切ということになるわけですよ。はい、えー、基本しか書いてないってことは逆にば、えー、ね、えー、捨ててもいい部分なんかないよっていうことになるわけですよね。えー、そういうところになりますので、はい、例えばね。 そのえー、10学習して4しかマスターできない人よりも5の学習をしっかりやって5マスターした人の方が点数は上なんですよ、はいえー、で意外とねあれもこれもって寄せ集めてね、えー、これも覚えなきゃあれもやんなきゃこれもやんなきゃっていう風にやっちゃってる人って10学んでも4しか身についてないってことは多々あるわけです。 はい、それだったら最初から学習量を5に絞り込んで5をしっかりマスターしてる人が、ね、4と5で戦ったら5の勝ちですという風に考えられるかどうかっていうのは本当に直前期大事なことになってきますのでもう一度しっかりと地に足をつけて学習していってください。ねえー、もう取説の、ねえー、本を最大限利用してい,ってください、はい、でねまあ取リもね 皆さんねたっけ合格」の取説、えーねまあ、このテキストだけじゃなくてなんとね、えー、問題集300問の問題集もありますそれから一問一答もありますはい、えー、ですのでねまあちょっとね、えー、そちらの問題集とか一問一答とかもセットに使っていただいてですねしっかりと基礎を固める、ねえー、そこをですねもう一度、ねえー、思い出してやってみてください、はい、やっぱり、ねあの まあしっかりと基本を固めているっていうのはねなかなか難しいんですやっぱり。 やっぱり難しいものの方に誘惑ってきますのでいやこれもやっといた方がいいんじゃないだって過去問に出てるじゃんもし万が一他かもう一回出たらやっぱり怖いじゃん気持ちは分かります気持ちは分かりますけれどもそれは、えー、基礎を全てマスターした人が時間に余裕があればやってくださいということになりますのでまあやっぱりねえー、やっぱり直前期どういう勉強をすればいいんですかって本当に基礎です。 基基礎礎です、えー、基礎から足を離さないここは本当に直前期の学習として大事なところなんで意識してやっておいてください。でですねまあプラスアルファでね、えー、何かやりたいねリセツのこう基本テキストね、えー、基本問題集それからね、えー、一問一答、ねえー、これ以外に何かやりたいっていうふうになってくるとやっぱりまあね、えー、法改正とかあとはねまあ 統計ですよね、えー、そういったところは、まあ、やっぱりね、えー、過去問とかでカバーできてないところっていうことになるので法改正とねえー、統計そこの部分に関しては、まあ、プラスアルファで手を出すっていうのもありだと思います、はいえー、でも逆に言えばそれ以外はもう本当にね基礎基礎基礎ねえー、もう今までやってきたものをしっかりと固め直すっていうところに集中してやっておいてくださいさあね残り少ない時間になりましたけれども。 まだまだできることはたくさんあるはずです。あの試験前日だって伸ばせます。試験当日だって伸ばせます。試験は。 13時からです。じゃあ午前中に勉強すれば、えー、その午前中に勉強したものの中で1点になるかもしれませんよね。あの事実私もそうです。私もあの試験当日にね、えー、ちょっとここをね確認とっとこうかなと思った場所が、えー、そのままね当日の試験出ました。でそれで1点手に入れることができました。そう当日だって伸ばすことはできるんです。そして試験の2時間は。 ねえー、全力で戦ってきてくださいその2時間の間ね、えー、1点でも2点でも多く取るぞっていうぐらいの気持ちで、えーね、最後まで諦めずにやってくださいそれではですね「えー、直前期の学習法」というタイトルでお話をさせていただきましたけれどもはい以上で終了したいと思いますねえー、しっかりと今ねえー、ここで全力を出せるかどうかが勝負です全力疾走してってくださいでは今年の卓拳試験 絶対合格できるように、ね、もう一度決意を新たに頑張ってやってください。それでは今回こちらのお話は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした